じゃあこんにちは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてね、あの前に出した動画もリピートして見ていただけると嬉しいんですけれども、はい、まあ、そうだな、繋がりができるからね。そうなんです、はい、というのも豊さんの月間予想、順位予想の動画を出したので、それを踏まえての今日の月間の総評となります。まあ、総評っていうのは振り返りだよね。そうですね、8月1ヶ月間の振り返り。未来のこと。いやいやいや、未来じゃないですよ。いや、未来のことだと俺を下ろしてくれる。無理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 そうです。なので、あの過去の振り返り、はいはい、まあ、8月のセパ12チームの総評というのをしていただきたいと思います。で、まずセリーグからなんですけれども、はい、セリーグまず月間順位表をというものがあるのでちょっとご紹介するんですけども、はいはい、月間では1位が勝率7割2分の阪神、ダントツですね、はい、で2位が広島、勝率が5割6分5厘、はい、で3位が DeNA、 勝率が5割2分、はい、ここまでが5割をキープしたチームです、はい、で4位が巨人、4割4分、はい、そして中日が5位で3割9分1厘、そして月間の最下位がヤクルトの3割6分というところなんですけれども、はい、これあの今8月31日の順位の表から照らし合わせると、まあ、中日、ヤクルトがテレコンになってますが、それ以外はもうほぼこの順位で、まあ、順位通りだよね、行ってますよね。まあまあ、そうなんです、そうなんです。でこの8月の月間を見つつ、ちょっと今の順位のチームを総評していただきたいなと。まず首位を走っている阪神。阪神、はい、ノイジーとサトテル頑張ったね。そうですね、月間でいうと、それと森下が、はい、まあ、インパクトのあるホームランだとかヒットを放ってくれて、まあ、打線は活気づいたよね、はい、すごく、うん、そうだな、まあ、木浪も満塁ホームランとかあったし、はい、そういう意味では、まあ、野手はあんまり言うことないんじゃないの。そうですよね、あの月間打率のベスト10に阪神の選手が大山選手、木浪選手、近本選手、佐藤輝明選手と4名入ってきてるので、うん、まあ、やっぱりね、こうなりますよね。まあ、よく打ったなって思うしね、うん、はい、坂本が、うん、あのよく引っ張ったなっていう投手陣もね、まあ、ちょっと梅野選手がいないっていう、まあ、そうだね、はい、その中でやっぱプレッシャーとかあったと思うけども、はい、やっぱこの8月ロードに出っ放しだったけども、うん、みんなで乗り切ったなというね。あと森下選手もいいところで打つという、まあ、そうだな、はいはい、うん、だからまあそういうことを考えると阪神は本当に強かったなという印象があるよ ね、 ね、8月はね。あと救援防御率に関しても 1.58 ともうダントツですね、うん、ここも、まあ、岡田監督も普通だったらなかなか打たない手を、うん、まあ、例えばその島本持っていって延長にね、はい、宇佐美にぶつけて、はい、左対左で三振取ったんだよ、で2アウト1、2塁、木下、はい、多分こうだったと思うんだよ、フォークで誘えって、うん、で不利になったら申告敬遠するから、不利になったら申告敬遠して、はい、わざわざ満塁にして、はい、うわー大胆なことやるなと思いながら見てると、溝脇をサードゴロに打ち取って、はい、0点に抑えてね、サヨナラに持っていった試合があるんだけどさ、やっぱ岡田監督のその采配というかさ、そういうことも含めて度胸が座ってたし、はい、まあ、岡田監督の頭の中も絶好調だったよね。いや、そうですね、うん、まあ、代打の、ね、代打だったりとか、まあ、そうだな、本当にピッチャーの替え時とか、うん、まあ、見てても相手のお手先ぐらいまで行って読んでっていう采配、うん、相手の嫌なことを手を打ってくるよな、はい、まあまあ安定はしてたね、大安定ですよね、うん、でまあ、まあ先発陣も村上投手が防御率 1.44、うん、勝ちがあの1勝しかできなかったんですけれども、まあ、はい、だけどリリーフを休ませるために長く投げた試合もあるしな、うん、ありますよね。だから、まあ、村上の働きっていうのはすごく大きいよな、うん、そうですね。あと伊藤将司投手、はい、月間の8位に入っていて防御率 2.93、うん、8月で3勝と、うん、まあ、ピッチャーたちも本当に先発陣も、まあ、青柳が投げる時なんかね、はい、岡田監督が一番近本が出たら中野に送らすんだから、はい、普通だったらなかなかないんだけど、はい、やっぱ青柳が立ち上がり悪いっていうのを考えてて、うん、1点でも先に点を取ってやると楽になるだろうと思って、はい、まあ、そういう気の利いた采配も光ったよな。そうですよね。あと8月後半にやっぱ西勇輝投手の、あのピッチング、あ、今永と投げ合ったやつ、はい、素晴らしかったですね。
まあ、そう考えると、まあ、阪神はバランスよく、うん、非常によく戦ったなっていうふうに思うよね。そうですね、はい、さあ2位の広島です、はい、まあ、2位の広島は、月間の勝率5割6分5厘と、うん、でただホームランが27本と、うん、いうことで、これ巨人の34本に次いでこの月間の本数なんですけれども、まあ、序盤はそうでもなかったんだよね広島って、はい、ああ大丈夫かなとか思ってたんだけど、やっぱ途中からね、はい、まあ、良くなってきたし、やっぱデビッドソン、末金、ね、はい、まあ、この2人が、まあ、巨人戦で打ちまくるよね、はい、なんとかデビッドソンはカード3試合連続ホームラン、末金、はい、は4試合連続だからな、すごいですね。だからまあその特定のチームに打つっていうのも、はい、インパクトは強いけどもね、まあ、だけど堂林のホームランであったりだとか印象的なホームラン多いな、多いですよね。いや本当に今挙げた選手たちっていうのは、まあ、例えば堂林選手にしても末金選手にしてもスタメンで最初からずっといた選手ではないんですよ、ね。まあ、そうだね、はい、で小園も良くなってね、そう最初いなかったですからね、あ、はい、小園ちゃんようやくなあ、うん、まあ、カープでいうとデビッドソン選手は7月2割7分8厘で8月が2割6分で、堂林選手に関しては8月は3割6分1厘というふうにすごいいいですね。で、まあ、その小園選手も今戦力に非常になってますし、まあ、そうだな、うん、だからあの今の選手たちっていうのは下位をイメージさせるじゃない、はい、上位の選手が出てこないじゃん、うん、上位の選手っていうのは西川であったり野間であったり、はい、あそうですね、野間口であったり、うん、でもこの下位打線が充実してるっていうのがいいよな。なんか阪神と似てるところもありますね。あ、まあ、阪神よりはまだ破壊力ある、木浪はすごく安定してるけど、はい、下位打線の破壊力はカープはあるよね。おやっぱデビッドソン末金ってお前並んで立っててみろ、嫌だぞお前、嫌です ね、 ね打たれるんじゃないか、いや本当にありますもんね、うん、いやだから、まあ、投手陣もね、まあ、やりくりがうまいな、まあ、新井は森下投手も帰ってきましたし、そうだな、はい、いや矢崎がいないターリーがいない、はい、まあ、そうなってくると、まあ、アンダーソンが入ってきたりだとかさ、うんうん、あとは栗林を戻ってきましたね、はい、まあ、セーブシチュエーションで使うようになったし、はい、だから非常にやりくりがうまいなと思って、そうですね、この前延長なんかアドバしか残ってないんだけど、これがまた度胸よく素晴らしかったっつうの、そうですね、だからやっぱちゃんと鍛えてるんだよ、そしたら次の日勝ち投手だからな確かに、いやいや本当に、ね、いやだからそういう運が回ってくるんだよ、あれだけ一生懸命やってると。いやだから先発防御率だけで考えると 3.92 なので、これはヤクルトに次ぐ一応ワーストっていうことにはなってるんですけれども、その代わりやっぱ救援だったり後ろだったり中がいや良くなったよ、課題だったことが良くなってる。で先発はねやっぱね床田がね、はい、1回に6失点とかさ、うん、はい、クリがなんかゲームを作れなかったり、今まで起こったことがないことが8月は起こっちゃったんだよね、はい、だからまあ防御率は跳ね上がったけども、うん、だけどやっぱりしっかり投げる試合は投げてるし、はい、これは大丈夫だよね。そうですね、うん、だいいよいいですね、いい勢いとして新井監督のあの藤井セットに必ずセットでいます、ね、そういいですね、なんか新井が男前に見えちゃうから、濃いですよ、なんか肌ツヤもいいし、藤井がいるし、いやそんな引き立ててますそ, うそうですか、そうでも、うん、かっこいいよ、だから監督らしくですよ、ね、なってきたよ、やっぱ勝つとそういう風に表情もね、変わっていくのかなっていう気もしますけれどもね、はい、でやっぱね盗塁も多いですね、阪神広島ともに16、15と、まあそうだね、走ってますし、うん、はい、やっぱりこの位置に2チームがいるのかなっていう感じですよね、うん、さあ DeNA です、うん、これ月間でも3位ですし現段階でも3位です。そうだな、まあ怪我人が出たっていうのがね、うんうん、まあ、宮崎っていうのは優勝するためには絶対怪我させちゃいけないとかなんとかって言ってたと思うんだけども、はい、怪我しちゃったなとうとうな、あの一番ダメなことが来ちゃいそう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 、ダメなことが来たけども、はい、やっぱ勝たせなきゃいけないんだよ、うん、で勝たせなきゃいけないのは今永とバウアーなんだよね、はい、この2人が2試合揃って勝ち星がつかなかった時があって、はい、バウアーは1試合だったかな、今永は2試合ぐらいだったと思う、これ勝たせないとダメなんだよ、うん、勝たせられるのは指揮官しかいないんだよ、はい、競った時に、うん、だからここら辺ならどう手の打ち方をするかっていうのが、うん、見てるとなんかちょっと物足りなさがあったというか、
まだエンジンをかけないといえばかけないのかもわからなかったけど、はい、でもここで行けよみたいなところがあったんだよね。あ、そうなんですね。まあ、例えばさ、外がジャイアンツ戦でヒット打ったんだよ、はい、で同点タイムリーなんだよ、はい、でもう回は6回だし大相談してプレッシャー与えに行くかなと思ったら何にもしなかったんだよね。あ、動かなかったんですね。動かなくて、あ、これ動かなかったら何も点が入らないだろうなっていうようなところもあったわけよ、うん、はい、ここは絶対バントした方がいいのになって、うん、もう回も詰まってるし、はい、まあでも今年はバントしないみたいな、ある程度決め事をしてるみたいね。あ、そうなんですか。まあ、それでなんかバントしなくて、うん、やっぱ点が入らんかみたいな、うん、やっぱ無駄が多いんだよね、うん、まあ、それとやっぱ守り、はい、守りがいかんかったな。落球があったりだとか、うん、ね、その高さでそっちに投げたらピンチになっちゃうよっていうのがあるんだやっぱり、はい、打球っていうのはこう投げて高くいくと打者操作っていうのが次の塁まで狙ってるし、そういう、こう判断力っていうのがやっぱできなかったな。あ、なんかチームの総合力で監督指揮官も全部含めてっていうそこがなってきて、まあまあ監督はさっき話したこととかね、まあそういうことがあるし、やっぱここはもう走らせろよって、だって走らせてアウトになったって言ってここはあれじゃない、次こいつからじゃないっていうのを思うのに走らなかった、はい、いやどう考えても変化球しかないからみたいな言ったところでも走らなかった、はい、おさん、だから盗塁の数が4つですね。4だろ、ちょっと4だよ、4つですね。もう全くノーマークでいいっていう感じでしょ。本当に走るのが下手だな、うん、だから、なんて言うんだろう、そのやっぱり配球とか今もうフォークとかチェンジアップとか全盛時期なんだよね、はい、だから低めに来る確率があって、うん、ショートバウンド、ワンバウンドする確率が多いカウントがあるんだよ、はい、もうそこでもいいから走らせておけと、うん、ね、それがもう選手がわからないんだったらベンチがサポートしてる、うん、ディスボールでこれいけって、はい、こっちから出した時には絶対変化球だっていうような、うん、そういう細かいところまでやってるかやってないかっていったらやってないな、もったいないですね、うん、だから阪神はやってんだよ。そうですね、広島だったりとか阪神はそうですね、盗塁が16、15ですもんね、うん、だからまあそこら辺で俺は物足りなさを非常に感じた。うん、お前が感じてもしょうがないだろう思われるけど、うん、なんかちょっと違うんだよ、そうですよね、得点圏にランナーをがいるのかいないのかで全く、もちろん一生懸命やってると思うし、でももっと俺はあの選手たちを見てるとできると思うんだよ、それが、もっとやらせなきゃいけないと思うんだよ、はい、だからそれがなんかこう物足りなく見える、本来それができてればもっと順位は上に行ってていいはずですよね。それは OB だからそういうふうに見ちゃうのか、うん、野球解説者として見てるのか、それは分からないけれども、ただその先発の防御率は 2.96 と、まあ、6チーム中8月すごい良かったので、それでもここにいるっていうのは良かったらもっと貯金作っとけって1個しかないんだろ、なんですよね、それがまた不思議なんですけれども。さあ続いて4位の巨人です、はい、巨人はまあ勝率5割、8月切っちゃいましたけれども、うん、ホームランは34と一番多いんですけれども、まあ、ホームランで勝つチームだからね、うん、ホームランが出なかったらやっぱ苦戦するとか、はい、まあ、そういう偏りのあるチームだけども、うん、まあそうだな、ジャイアンツはきっかけとしたらこの試合こんな素晴らしい勝ち方したってね、うわ一気に畳みかけて逆転したぞみたいな、うん、明日からジャイアンツは乗ってくるだろうなと言ったら次の日負けたりとかね、うん、やっぱ続かないんだよね、はい、うん、続くようにやってるのかやってないのかっていうのはやろうとはしてるけどできないんだろうね。なぜそれは、これはねやっぱ若手を使うとそういうことが大きいよ、はい、ベテランに混じって若手が活躍してベテランの力で勝ったってね、若手の力で勝つようにどんどんなってくると、はい、ベテランが乗せていってよしお前今日も行けみたいな、はい、そういう形でこう回っていくんだけども、どうしてもベテランに遠慮してるかもわからないね、そういうノリという面では、はい、やっぱ厳格なチームだからさ、そうですね、紳士たれみたいな一応そうですね、だからなかなかこう若手がよし行こうぜみたいな、うん、いやベテランはやらせようとしてるんだけどさ、はい、やってるふりはあるけど心底やってないという、あ、はい、そんな感じがあるんだよね、あ、見受けられてしまうところですね、うん、
だからもっともっとノリをよくやっていくと俺はできると、まあ、できるっていうか、まあ、できるチームなんだけどさ、はい、もっとこう雰囲気が変わってくるというふうには思うけど、あとはやっぱりずっとそれはもう最初から言われてたことですけど、打順がやっぱりそうなかなか定まらない。いや定まらないよ、怪我人も多いし、まあ、そうなんですよね、怪我人も多いし、またはね岡本が外れる、梶谷がいなくなるみたいな、はい、まあ、そうなってくるともう大惨事だもんね。そうですよね。いやだからその、あ今日はどの選手が外野なんだろうっていう、毎回変わったりとかしてるんで、あ今日はこの選手かとか、なかなか巨人だけはこう決めらんないというか、まあ他も決めらんないよ阪神ぐらいですか。阪神ぐらいだよ、はい、で、まあ、広島は適材適所にそれなりの当てはまる選手がいるから、はい、そこに組み込んでいくけどね、なかなかなんですね。なかなか難しいよな。あとやっぱあのピッチャーでいうと救援ピッチャーの防御率がやっぱ 3.98 とあまり良くないっていう。救援な、はい、一時期いいなと思ったらなんかバカバカ打たれたりする試合もあるしな。波がすごいありますよね。なんでみたいなこともあるし、はい、まあでもね、とにかくね、救援陣、まあ、先発もちょっとあれだけどもフォアボールが多すぎるな、はい、だからフォアボールを絡めて、この前末金のなんかも2つのフォアボールが絡んでるわけでしょ、はい、で1本のホームランで3点だから、うん、だからそうなっちゃうからね。そうですね、フォアボールをなくさないとダメだな。ですね。でもなんかそんな中でもあの門脇選手が8月は3割4分5厘と、まあ、門脇成長してるよ。そう、打つ方で、打つ方もそうだけど走塁もすごいよ。すごかったですよね。すごいお前、はい、躊躇して三塁から来たのもいや本当に、うん、あったりとか、もうなんかこう感性が素晴らしいな。ですよね。あとやっぱりサードに入った守備はピカイチだな。ね、そうですよね。ショートとかセカンドとかそんなに感じないんだけど、あ、はい、サードに入った時のあの反応の速さ、うん、あれはやっぱこういいな。いいですね、門脇選手ね。いやだからあの最初は打率がねなかなか出なくて1割台だったのが、はい、8月月間3割4分5厘なので何か掴みかけて、いやもうレギュラーに着々と進んでるな。お楽しみですね。ちょっと、まあ、浅野もな、あそうです、ね、8月な、はい、よかったな、はい、初ホームランが出てみたいな。そうですよね。おっさん、おっさんのホームラン出ました。代打でもヒットを打てたしな、うん、だからすごく着実にこう来てる。で、まあ、原監督っていうのはまあ順位も気にはしてると思うけど絶対に、うん、その若手の成長をやっぱりよく考えてるね今年は。まあ、黄色は外さなかったりだとか、門脇使ったり中山使ったり、まあ本当はこの選手を使いたいなと思うんだろうけども我慢してそこら辺はチャンスを与えてるよね。そうですね、はい、やっぱ通して寂しいのはこの月間のところで菅野投手と、まあ、戸郷投手以外のピッチャーがなかなかちょっと巨人8月は先発はまあしょうがないっていうところでしたね。さあ5位のヤクルトです。ヤクルトはちょっと月間が最下位だったんですけれども、まずやっぱり突出しているのが先発の防御率が 4.35。 やっぱね苦しいよピッチャーが苦しい。うわ、苦しいっていうか昔太陽の時の投手陣みたいなもんな。今どういう状態ですか。例えば巨人とやると10キロ差があるぞみたいな。そういいよな巨人のピッチャーは10キロ遅いやつとやってんだもんなみたいな、うん、そう思った時期があった、はいね、今やっぱそういう状態じゃないの。軒並みそうなっちゃってるんですかね。まあ、10キロ遅いとは言わないけどもリリーフ陣に関しては2年間優勝したツケが回ってきてるよね。疲れですかね。清水なんか相当やっぱ疲れてると思うよ、はい、あれマウンドに立ててるだけで奇跡だから、どこも痛めないのかなっていうような感じがするよ、うん、いやだからそのぐらい酷使してきてるから今年はやっぱ多めに見てやらなきゃいけないのかなっていう、うん、だって清水の代わりがいないからまだ投げさせ続けてるけども、うん、本当だったらもう休ませたいよね。あ、その代わりのピッチャーが育ってないってことなんですか。まあ彼しかいないということだよね。あの本当にいい時はヤクルトってこれだけピッチャーがいいピッチャーがいるんだっていうふうに去年までなってたんですけど、うん、やっぱりその2年連続の優勝の代償っていうのがここに、まあ、そうだね、まあ、それとマクガフが抜けたじゃない、はい、その幸せがあるよな、うん、あ大きいですね。だから田口を中から抑えに上げちゃったから、はい、そしたらやっぱり1枚どうしても足りなくなるよね、うん、で木澤も昨年はこうフル回転で相当な疲労度は残ってるはずなんだよね、うん、
昨年は中継ぎだけで10勝したピッチャーでしょ、はい、だから相当なやっぱり疲れはあるんだよね。だから勝つってリスクを伴ってるからさ、そうです、ね、だから額面通りいや強くなったねヤクルトは強くなったねって言うけども、はい、なかなかやっぱ3年続きで優勝できるっていうのは、うん、新しい選手が出てこないとダメだよね。難しいんです、ね、だからオリックスさんが山下俊平とか出てくるのさ、あと東投手も出てきましたね。もう訳のわからんもう相手出てくるんだすごいですね。だから下にやっぱりいい投手たちが育ってたっていう、いやだからそういう面では、うん、まあヤクルトはやっぱりちょっと多めに見てあげなきゃかわいそうなのかなって、うん、だって塩見はいないでしょ、はい、お良くなったなって言ったら打ってファーストまで行く途中で腰抜けになっちゃった。そうなんですよ、いなくなっちゃったんですよね。で長岡がもっと成長すると思ったら、うん、なんか停滞中だよね、はい、竹岡に変えられたりだとか、うん、まあいろいろあるけども、まあ、村上の状態も悪い、はい、山田も村上の影に隠れて、はい、状態が悪い。そうなんですよね、まあ、そうなってくるとやっぱあの戦えるのは、うん、オスナとサンタナしかいないというね厳しい、うん、だからそれは困るよね。あとやっぱり選抜陣も月間投手陣にヤクルトの選手一人も入ってきていなくて、例えば高橋奎二投手だったりとか小川投手だったり石川投手とか、高橋奎二はもう今年は無理だな。無理ですか。やっぱりしっかりしたこう練習をもう一度基礎をやり直さないと無理だと思う。厳しいんですかね、うん、そこは人より上回るボールの力があったけども、年齢とともにそれが衰えてくるとしたら、うん、早いうちにちゃんとした土台を作り技術を上に乗せた方がやっぱ長持ちはするよね。このまま行ってたんじゃちょっと苦しい、うん、はっきり言って。そうなんですね、うん、でだからその投打ともに噛み合わずに8月も過ごしてしまったなっていう、いつか上がってくるだろうと思ってたんだけどね、うん、ずっとねおっしゃってたんですけど、とうとう上がらないでも消化気分になっちゃったな、うん、残念ですね。やっぱヤクルトファンはね辛いとこですけれども、はい、さあ中日、まあ、月間では5位でした、はい、ただ救援の防御率が 4.30 とワーストなんですよね。救援な、はい、まあ、自慢だったんだけどね。そうなんですよ、マルティネスにつないだら、うん、そこ 100% 大丈夫なんだけど、ね、なんですけど持っていけないよ、いわゆるそこですよね、そこまで、まあまあ、まあまあそれは祖父江がね疲労が溜まって下に行ったりだとか、はい、服が序盤良かったのがいなくなったりだとか、はい、まあ、右も左も、うん、計算してた頼りにしてた人間がいないし、うん、ロドちゃんが、はい、まあ、開幕からいなかったし、まあ、そうですね、亡命とかになっちゃったし、ね、なくなったので、はい、だからまあそういう幸せがやっぱ8月という厳しい季節の時には来るよね、うん、そうですね、うん、なんだよなんか愛の手ないの。いやありますね、あります。ただその先発陣は頑張って、高橋宏斗投手も 1.33 2勝しましたし、柳投手0勝ですけれども、救援率 0.32 ですけれども 1.65 と防御率は苦しい中でも先発陣はやっぱり苦しいけど、その2人で6勝ぐらいしてなきゃおかしいよね、まあ、本来はそうなんですよ、ね、本来な。でもその2人で2勝しかできてないから、4勝足りないよ。足りないでしょ。そうなってくるとやっぱこれだけヤクルトが悪かったら上に行ってるはずなんだけどな。あ、順位表でってことですよね。なぜ行かないのか、なぜ行かないのか、打てないからな、まあ、そういうことになってきますよね、打てない。打率が2割3分6厘なので、そうですね、ワーストですね、うん、まあ、だけどやっぱ打率は悪くてもチャンスの時にどう打つかだからな、うん、ことごとくダメだからね。そうですね、うん、でも打ってる時はやっぱ勝ってんだよ。1回2回3回1点ずつ取っていくんだけど、それ全部2アウトから1点ずつ取ったんだ、はい、その試合はやっぱ勝ったよ、うん、やっぱり1点だけだけどもさ、2アウトからああ取られた、ああ取られたっていう風にダメージを与えていったら、やっぱ勝負事っていうのは流れは中日になるんだよね、うん、だからまあそういう点の取り方でもできるから、はい、まあ、頑張らないとな。そうですね。でバッター陣では宇佐美選手だったりとか細川選手、岡林選手、大島選手もそうですけれども、月間打率では入ってきているので、まあ、そうだね、はい、まあ、だからもうとにかく歯車がねしっかり合えばね、うん、そこですよね。いいピッチャーだったら本当に全く出なくなるからね、ピタッと止まっちゃうんですよ、ね、いやだからまあ確かにいいピッチャーだとなかなか打てないよ。でも何かしないとな、うん、無抵抗で終わる時あるからありますよね。そうなんですよね、なんか抵抗しろよみたいな。そうですね、あとやっぱ米がなくなったら抵抗するくせにいいピッチャーに抵抗しねえじゃないか
どういうことなの、どういうことみたいな、もう違う分になっちゃってる、違う分になっちゃってる。そっか、だから月間はね5位なんですけれども、なかなかその順位表の6位っていうのが抜け出せなくなっちゃってるのかなっていうところですね。さあセリーグ見ていきましたけれども、はいはい、これ続けてじゃあパリーグいきましょうか、はい、パリーグはまず月間の順位表、これねパリーグ面白いんですよ、はい、あのセリーグはほぼ今の順位表とあんまり変わりないんですけど、うん、パリーグ、まあ、オリックスはダントツの1位、勝率7割2分7厘、はい、で2位が日本ハムなんです、はい、5割8分3厘、そして3位が楽天、はい、5割2分2厘、ここまでが勝率5割です。で4位が西武、5位がロッテ、そしてソフトバンクが月間は最下位というところで、うん、ちょっと今現状の順位表とガラッとちょっと違うんですよ。まあなんていうの、ロッテとソフトバンク、はい、これは追っ手だったよね。そうです、追っ手が5位と6位じゃ話にならないよ。それ開けますよ、ね、それ最下位の日本ハムが追っかけてるようじゃさ、はい到底追いつかないっていう話でしょ。それはそうですね、オリックスマジックも点灯しますよね。そうだな、はい、だからもうオリックスさんが楽勝だよ本当に。そうなんですね。じゃあまずオリックスから今月見ていきましょう。いやもうね、投打とも、うん、もう円熟してるよ。はい、防御率もそうです。ピッチャーは点やらない、はい、バッターは多少打ってくれる、うん、多少でいいんだから。そうですよね、だって2点取ったら勝てるんだから。はい、1.96 なので防御率が。そうだよ、はい、だからもう楽勝というか、楽勝ですねこれ。まあ楽勝ではない、やってる人たちっていうのはすごく大変なんだろうけども、はい、だって吉田正尚、杉本いないんだよ、はい、今ね、うん、1回目の優勝の時にはその2人が大活躍なんだから、はい、いないの、いないのに、のに、はい、まあ、中がいいとか、はい、森が打つとか、うん、でやっぱ疲れた選手が活躍するなあ。あ、ちゃんと応えるんですね、期待に。応えるなあ、うん、スコア。そうですよ、ね、やっぱそれだけ競争意識が激しいんだよ。強いチームの一員でいたいという、うん、はい、で優勝旅行もあるんだったら活躍したから連れて行けないここで必死にやっとかないと。そう、海外行きたいですもんね。そりゃそうよ。そうですね。いやだから、まあ、頓宮選手にしても中川選手にしても、いや本当にいいですし、いや森がやっぱこうしっかり安定してくれてるな。そうですよね、うん、だから若月選手がキャッチャーの時は森選手が一時期外野に行ったりもしたりとか、ね、指名打者ももちろんそうですけど、紅林とかもいいしな。そうですね、紅林良くなったしな、うん、だからもう使われる選手がやっぱことごとく活躍するんだよね。感動的だったのはバゲスパックがひっちゃかめっちゃかになっちゃって、はい、で2番手黒木、はい、大量点取られたんだよ、うん、で黒木が投げて投げて投げて、うん、で疲れて変わったけど、その大量点で終わった試合を3人で賄ったからね。すごいですね、3人もう無駄使わないんだから。あ、でそれでもその後0点に抑えていくんだから。すごいですね、バゲスパック何してんだろう。そうですね、何してたんだろうって。いやだけど本当にあの黒木っていうのがね、うん、投げたけども感動的だったよな。 そのゲームを壊さないでっていうか、うん、もう壊れちゃってんだけどさ、本来はそうですよね、壊れちゃってんだけど そこでやっぱりもうグタグタにならないように作っていったという、うん、ここは俺のチャンスバトル、うんね、ここでしっかり投げれば、ね、また使ってもらえるみたいな感じで投げてたと思うよ。そうですね、あ、やっぱ感動的だなと思ってさ、ね、やっぱそれがオリックスの投手陣のプライドなのかなっていう、ね、うん、あと山岡入れたのでかいな、中に中に、あで、あ、ロングリリーフ卑怯だよ90、11ロングリリーフ行った時ありましたからね。第2先発がいるみたいなんだね。そういうことですよ、つまり山岡投手が、山岡やばいから、やばいから、和ぶりすぎるからあいつはなんかこうもう投げてる姿とかベンチに座ってる姿がバブリーなんだ、あいつ。いいですね、いいんだよ、大好きなのよ。あ、私も大好きですよ。あのね、こう泥臭さを全く感じない、ね、そう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 、打たれたらへへーみたいな感じだから、うん、まあ悔しいと思うよ、うん、だけどなんかそんなバブリー的なことを感じるわけですよね。プラスその山下俊平投手が抜けても、例えば7月30日からその東投手っていうまた新しい投手が出てきたんで、いや東も来てるし、うん、山下俊平の代わりに田島だから、田島、そうですね、戻ってきましたね、行ったのかよみたいな、お前何してたみたいな、投げたら勝っちゃうんだから。そう、あと宇田川投手も帰ってきました。いや帰ってくる、はい、帰りってもうだから万端に揃ってきたっていう、まあまあ、だからでもそれを作り上げた GM の福良、うん、福良さんね、福良言っとくぞ福良とかも、はい、それをこうね預けられた中島監督もやっぱり立派だよ、うん、
そうですね、ここまで一つにするんだから、ぶっちぎってますね、ぶっちぎって、オリックスのことはいい、もう言うことなし、もう言うことなし。で、ロッテ、まあ、ロッテは月間5位だったんですけれども、うん、追っていかなきゃいけなかったところで、あのね、はい、まず失策、はい、26、1ヶ月だぞ。ちょっとあのダントツですね。なあ、はい、26試合で26個ってありえないから。どうしてじゃない。どうして。まあ、びっくりするようなエラーがあるよ。どうですかね。金振りして頭に当ててんだから。見えなかったんですか。違う、ハーフライナーだよ。もう頼むよみたいな。そんなエラーが多いのよ。8月。エラーの数がさ、はい、もうダントツすぎて。はい。ちなみにさ、26試合戦って26個でしょ、はい、次に多いのが日本ハムの25試合戦って14なんだよ、はいね、ミスがいかにこう失点に絡んだかっていう、はい、ほら苦しかったと思うよ。そうですね、うん、それと中継ぎ陣がちょっと崩壊気味になった時期があったな。あの救援防御率 3.58、 そうだな、はい、だから自慢だった救援陣が打たれ出したというね、だからエラーはある、救援陣任せたら打たれるみたいな。そうですよね。ということで、はい、非常に苦しかったろうな。確かにそうですね、これじゃ勝てないというか。で、荻野がいい具合に9番からスタートして調子を上げて1番にしてた、はい、ね、おー、やっぱ荻野すごい、うん、怪我したみたいな。もうほんと怪我するな。そうなんね、爆弾を抱えているというか、本当やな、そうなんですよ。だから本当は追っていかなきゃいけなくて、8月の1日時点ではそのオリックスとなんとかいける状態だったのが、もうどん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 開いていってしまったっ。今何ゲームだっけ。今9ゲームぐらい、10.5 ですね、8月、うん、そんなに、はい、10.5、 ちょっと開きすぎちゃいました、ね、ちょっと開きすぎだよな、うん、でもその下のソフトバンクがさ、はい、ね、もっとひどいからな。そうなんですよ、もう暗感としてられるけど、行きましょう、ソフトバンクです。ソフトバンクは話になんないよ。いや、これ先発防御率が 4.27、 うん、だからやっぱピッチャーなんだけどね、はい、ピッチャーなんだけど、そうだな。で、まあ、打率は2割5分、でホームランは23本と、まあ、一番打ってはいるんですけれども、ピッチャーっていうことになってくるんですかね、これは。まあ、ピッチャーもそうだけど、ホームランが出てても単発が多いんだよね、はい、で、あ、スリーランが出たとかさ、うん、満塁が出たとか、そういうことじゃなくて、あ、ここでホームラン出た、ポーンみたいな、はい、線香花火がポーンみたいな、うん、そんな感じなんだよ、うん、だからやっぱりこう1、2番の出塁、これがやっぱりこう鍵だな。その1、2番が定まらないっていう、定めようとしてるんだけど定まらないし、我慢ができないという、うん、まあ、我慢しててもな、出ないもん我慢でいいんからな、うん、そうですね、途中でもう変えるしかないってなってきちゃいますね。いや本当に、だから、まあ、そういう意味ではこう苦しかっただろうと思うけど、うん、やっぱ先発投手陣がやっぱこう持ちこたえられないな、うん、そうですね、まあ、石川がな、あのヒットノーランやったりだとか、やりましたよね。だけどあの試合、まあ、見事な勝ちだったけど、次の試合ゲームしっかり作って2対1でバトンタッチしたら内野フライを落として同点になる、みたいな。まあエラーでそこ、まあまあ、だからエラーも痛いところでも絡むしさ、うん、この前なんかランダムプレーをやってて、はい、その間に1点取られるとか、うん、まあ、昔ソフトバンクから到底ありえなかったことが起きてるという、今年特にそうですね、特にそうだな、ちょっとひどいな、うん、だから今8月31日時点でソフトバンクは2位のロッテに4ゲーム差、さらに4位の楽天にはもう1ゲーム差に迫られてしまっているっていうのが、やっぱりこの8月のこれだけ順位ちょっと落としてしまったっていう、そうだね、うん、ところですよね。これはやっぱりソフトバンクはもう少し批判を浴びた方がいいな、あ、これは、うん、と思うよ、うん、この前行ったんだけどさ、はい、8月に行ったのかな、7月に行ったのかな、批判がないんだよね、まあ、まあ優しいという、え、これだけ負けてるのに批判できないんだみたいな、ファンが？いや、ファンじゃない、ファンは怒ったりとかするかもわかんないけど、いや、評論家がだよ、現地の解説の方たちがですか、いや、大丈夫だよ、みたいな、いや、モチベーションとしては大丈夫かな、みたいなそういう弱いんだよ、あ、それはね、強くなろうと思ったら、うん、批判は大事だよ。そっか、まあ、局のね、意向とかもあるのかもしれない。いや、だから俺なんか関係ないからさ、はい、ね、まあ、言いますよね、まあ、言うけど、うん、
言っても平気なんだけど、はい、後で刺されるのか分からないけど、いやだけどやっぱね批判がないところって弱くてもそのままね素通りしちゃうとこれは良くない。俺それはすごく感じた博多行った時に、うん、こんなに負けてたりいろいろしてんのに批判ないのみたいな。そうなんですね。で、ある会社先生に聞いても、はい、いやまあそれは言えないんだよみたいな、まあ、みたいな、まあ、なんか何にもつまらなくないだろうってなんかの力が、いや無理して批判はすることはないけ けど、うん、やっぱり厳しいことはさ、うんうん、いるよ、うんうん、批判じゃなくてですよね、うん、知ったっていうところですよね。そう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 、だからそれはなかなかする人がいない、ね、ああ、そっか、うん、まあ危険な状態だよ、相当。あ、そう感じた。そうですね、うん、さあ続いて4位の楽天です。月間では3位、ね、勝率5割です。はい、五郷こぶちゃん、はい、ここら辺 の絡みは良かったね。こぶちゃん走ったらまあ五郷が打つみたいな、あ、いい、なんかバランスになってますね。ね、やっぱあそこら辺は辰巳とかね、はい、もういいし、うん、すごくあの打線の流れが良くなってきてるよね。大郷がちょっと元気なくなってきたけどね。あ、ちょっとね、あの打率下げましたけれども、そうそうそう、だけど、まあ、コブちゃんとかね頑張ってるし、はい、コブちゃんってコブ方とか、ね、うん、勝手にコブちゃんって呼んでるけどさ、コブ平さんではないですよね。コブ平さんではない、はい、いやだから、うん、頑張ってるしな。そうですよね、うん、だから非常にいいかなって、うん、ここに来て、はい、うん、ただその先発の防御率で見ると 3.88 なので、うん、打たれてはいるんですけど、その代わりその救援の防御が 3.03 なので、後ろが頑張ってるのかなだったりとか、なんとか、まあまあでも取られる時にはね派手に取られたりとかするんだよ、うん、抑える時は抑える。でマー君が勝ち出したんだよ、うん、ちょっとずつだけど、はい、うんうん、で則本がいて岸がいてみたいな、はい、だからその勝ってほしい人に勝ちが突き出した、うん、まあ庄司なんかもはい、うん、2勝目を挙げたけど5回までに7四球だって、うん、よく勝ったなお前みたいな、四球で勝ったお前奇跡を起こしたピッチャーかみたいな踏ん張ったんですね。石井監督のコメントが粋だよ、うん、なんか昔の俺を見ているみたいだって確かにそうだったんですか。いやだから5回まで変えなかったんだと思うよ。踏ん張ったんですね。いや踏ん張ったよ、だから素敵だなと思って、うん、そのコメントはね。そうですね、石井監督のコメントも、そうそうそう、だから自分を照らし合わせて見てたのかなっていうふうに、あ、コントロールに困ってんだ、また出しちゃって。石井監督も決してコントロールのいいピッチャーじゃなかったし、うん、若い頃っていうのはもう勝手にフォアボール出すピッチャーだったからね、うん、まあそれでも勝てるピッチャーだったけど、まあだから非常にいい感じで、あと島内がでかいわ、うん、戻ってきたのが、はい、島内選手、うん、それで打ち出したしな、うん、戻ってくるだけじゃなくて、はい、バッティングも戻ってきてるから、うん、だからもうちょっと楽しみにしてる。そうですね、たくさんお給料もらってるし、ね、そんなことないし。あ、本人的にはいやいや、近藤の FA 見てがっくりしちゃうんだ。あれで力が抜けてバッティングできなくなっちゃった。そうかそうかそうか分かんないけどね。でもここに来てね、それ良かったですよね。頑張って頑張って。で、あの夏場にちょっと弱いっていう楽天イメージありましたけど、今年がちょっと夏場頑張ってますね。春先休みすぎだもん。そうですね、うん、確かに。なので今本当はあのソフトバンクに、まあ、1ゲーム差なので8月31日時点なんですけれども、まあ、A クラスに入れるようにっていうところ、いや見えてきたな、うん、見えてきましたね、うん、はいはい、さあ、日本ハム頑張りましたね。結果2位です。まあね、清宮が随分休みから、ね、はい、打ってなかったし、うん、でもそれが戻ってきたりだとか、はい、いろいろやっぱ見せ場をみんな知ってるなっていうさ、うん、特徴の出し方、万波が打てない時には肩で見せたりだとか、はい、奈良間なんかも速いボールに強いな、あの子は、うん、奈良間選手すごいですよね。いや、うん、本当に、とか、うん、投打のバランスが一番よく感じたのが、はい、日本ハムだったな。いや、そうだと思います。防御率 2.94、 特に先発の防御率が 2.77、うん、これオリックスに次ぐ2位ですし、うん、まあいいですよね。あのオリックスはね、バランスよく見えてても打つ方が全くダメだけども、ね、ピッチャーの頑張りで勝ったっていう試合が多かったの、はい、
はい、でも日本は本当にバランスよく勝ってたなっていうふうには思うけどね、うん、月間打率も 2.57 ですしね、うん、まあ、そんな中でも例えばマルティネス選手だったりとか、あとは野村勇希選手で奈良間選手とか、うん、日本ハムの打者陣が非常にまあそうだな、いいですよね。まあ、野村もね苦しんでたけど、はい、ここに来て8月に入って良くなってきたよね、はい、だから良かったなと思って。そうですよね、うん、なのであの気づいたらやっぱ西武じゃなくてひっくり返してまた日本ハムが5位に上がってきてた。あと郡司もいいな。あ、そうそう、郡司選手そうですよね。8月よかった、ホームラン打つしな、はい、立て続けに2本打ったの。1試合2本と次の日1本打った。あ、あれがお前決勝前と決勝の日だからな、うん、慶応と仙台育英花を添えたというか、どっちが花を添えたか分かんない。いや本当だよ、はい、だから見事な活躍で後輩から勇気もらってるしな。いや本当そうですよね、はいはい、いやでも6月か7月かどうなるかって思ってたんですけども、この8月に来ての月間2位っていうのは本当素晴らしい成績だと思います、はい、で西武、最下位西武なんですけれども、月間では、まあ、4位というところで、ただ救援の防御率が 4.24 と、これは6チーム中ワーストでした。救援だろ、はい、苦しいよな、勝ちゲームをひっくり返されるんだもんな。あの8月の終わりの試合ですか、8月30日、終わりも中盤もいろいろあったよ。あの浅村選手にスリーラン打たれてしまったりとかもありましたし、それもあったし、うん、まあ、唖然とするよね、うん、あ、そうです、勝ってたでしょっていう、なんでみたいな、うん、他にいないのかって思っちゃう、ね、うん、まあ、去年まで、ね、平投手とかが務めていたのがやっぱり、まあ抜けて先発ってなると厳しいんですかね。まあ厳しいのかもな、言葉少ない、いや、やりようがあるだろうけどなと思うんだよね、うん、あれだけやっぱ投手王国っていうふうに言われてて、はい、確かにいいよね、先発陣いいんですよ、 2.85 なので。そうそう、ただ高橋コーナーがちょっとね、はい、体調不良で、で戻ってきた試合ちょっとひっちゃくめっちゃくになっちゃったけどね、うん、高橋コーナーがやっぱこう8月あまり投げれなかったっていうのがちょっと痛いな、うん、あそこですかね、うん、あと打率が2割3分2厘、これは6チーム中ワーストなんですけれども、まあ、やっぱりこの打の西武っていうのが今シーズンずっと苦しんでるのかなっていう、まあ、つながるときは2アウトからでも4連打しても3点取ってくるんだから、うん、そしたらお前次の回4点取られて終わっちゃったんだよ。いやどうしよう、いやそれはねやっぱもうほんとしらけるよ。それしらけるっていうのはまたかっていうことがあるから、うんうん、はい、いやそれだったらもう回帰転換した方がいいんじゃないかと俺なんかは思っちゃうけどね、まあ、去年に戻した方がっていう、だから信頼してるから投げさせてるんだけど、うん、やっぱ状態ってあるじゃない、はい、だから今年の状態はその信頼をね裏切る状態にあるから、ちょっと配置替えをして、まあ他にピッチャーがいたらそうしてるのかもわからないけどもね。だけど毎度毎度じゃさちょっと困るな。そうですね、やっぱりファンもねちょっとえまたとか、いや選手やってるのがたまんないぞ、決勝点打ってるやつなんか。そうですね、ええ繰り返された、もうピッチャーだったら8回お前今井が言ってたお前ね、いやし投げ終わった、あと9回の攻撃、うん、なんとかしてみたいなやったら3点取った、ま、2点リードしたみたいな、うん、やったー苦労が報われたと思った瞬間に、なんか泥塗られたみたいな感じでしょ。はい、そうですよね、もうガクッと疲れちゃうよね。いやもう本当言葉なくなっちゃいますもんね。だからまあそういう展開がちょっと多いかなって思うよね、セーブはね、うん、そうですね、まあ、ちょっと長くはなりましたけれども、はい、セパの相当長いよね、相当長い一本ドラマを見たような感じになりました。まあまあ、でもこのぐらいの長さっていうのは3連戦を振り返りで、あ、そうか、慣れてる、やってるから慣れてるけど疲れちゃうよ、まあ、そうですね、はい、まあ、今日はセパの月間の総評ということで、はい、ちょっと豊さんに総評していただきましたけれども、監督総評もありますので、するの、8月の、はい、はい、していただきたいと思います、はい。